EU 外相香港への対応を強化するバイデン大統領 G7 サミットのためイギリスへ過熱する中国共産党・西方系統の大粛清失脚するものの共通点1億7300万人のウイルス総重量は約1キロから1 0キロ1年遅れた調査結果武漢の市場にコウモリなし 中国共産党中共は最近香港版国家安全法の施行民主運動家の大量逮捕香港の選挙法を見直しなどを含め香港への締め付けを強化しており世界の民主主義諸国から非難の声を招いています6月9日欧州連合 EU のジョセップ・ボレル外交安全保障上級代表外相は声明を発表し 香港の選挙制度の見直しが再び一国二制度の原則を破壊し、基本法の約束に反し、中英共同声明に基づく国際公約に違反し、EU の期待と利益に悪影響を及ぼしたと非難しました。 ボレル氏は EU は特に香港の市民社会やメディアへの支援を強化し、言論の自由を促進し、香港市民の移動を容易にし、香港の民主活動家への裁判を確実に監視することで、香港の状況への対応を強化すると述べました。またボレル氏は EU の高官を香港に派遣し、訪問することも検討すると述べています。 EU 代表団が香港を訪問する可能性があるというニュースは、北京の敏感な神経を刺激しました。中国の中欧州連合 EU 代表部報道官は9日、香港国家安全法や選挙制度の改善によるポジティブな結果を欧州側が無視したと主張し、香港の問題への干渉をやめるよう求め、中国の内政へのいかなる干渉にも反撃すると述べ、今回の訪問に強い不満と断固たる反対を表明しました。 主要7カ国首脳会議 G7 サミットがイギリスで開催されますアメリカのバイデン大統領夫妻は同サミット参加のため9日にイギリスに到着し就任後初の外国訪問となりますバイデン氏は出発前の6月5日にワシントン・ポストに寄稿した評論文章の中現在の脅威に対応するため民主主義国が集結できると信じていると述べています記事の中では今週は欧州がそれを証明する機会となると述べています バイデン氏は今回の外遊のアジェンダについても言及しておりその中には中国とその課題にどう対処するかということも含まれていますまた世界の主要な民主主義国はインフラのアップグレードにおいて中国と異なるより高水準の法案を提供しより柔軟に世界の発展を支える必要があると述べました バイデン氏は記事で明記しなかったのですが外部からは明らかに中共の一帯一路構想に対する代替案の提出を民主主義諸国に呼びかけたと思われていますオーストラリアのモリソン首相は9日にスピーチを行い中共の経済的脅威に対抗するために世界貿易機関 WTO の改革を求めました G7 の財務省は先週法人税の最低税率を15%に引き下げることで合意し 各国に共通認識に達する能力があることを示しました外部からは中共の挑戦に対応することは G7 が協力する新たな原動力になると考えられています中共の政法系統では大粛清がエスカレートし続けています6月10日中共全国政法・対語教育整頓記者会見で中共政法委員会の陳一新秘書長は 今年2月に教育整頓開始以来全国では1万2000人以上の幹部と警官が自首し2万7000人以上の幹部と警官が規律と法律に違反した疑いで調査され1760人が拘束され7万2000人以上の幹部と警官が処理や処罰を受けたと示しました幹部と警官とは中共の政法部門の幹部裁判官検察官警察官などの総称です 全国の政法・対語教育政党は政法・政府とも呼ばれますが2月27日に正式に開始されましたその目的は総国除悪暴力団を一掃し悪人を除去するという特定項目活動の中大きな問題が暴露された政法系統について整頓することです同活動には270万人近くの政法幹部と警官が参加しました 中共が5月12日に発表した数字によると2018年初頭に開始された3年間に及ぶ総国除悪活動の中調査された幹部と警官の人数40%に当たる4万6500人が暴力団に関わり立案されました習近平総書記は2012年の中共第18次全国代表大会から虎狩り活動を開始しており 不完全な統計によると2013年1月から2017年9月までに少なくとも81人の高官が自殺しておりそのほとんどが正方系統の高官ですまた2017年の中京第19次全国代表大会以降正方系統の多くの幹部が失脚しています 今年6月1日中共の対外宣伝サイト大網によると中共の政法系統では1ヶ月ほどの間に40人以上の超極レベル以上の高官が調査されており今後半年間に政法系統の高官の集中的な失脚が予想されるといいます5月21日時事評論家の王雄軍氏は最近調査処罰された9人の中共政法委員会の初期のことを確認しました 同志によると処罰された具体的な理由はさまざまですが少なくとも2つの大きな問題が共通していると考えています1つ目は腐敗2つ目はファールンゴンへの迫害ですまた整理したところここ数ヶ月の間に正方系統で実施された新たな粛清の中610弁公室の幹部が失脚するケースが激増しています 弁公室とは1999年に中共の江沢民集団がファールン軍を迫害するために設立した違法な組織でありあらゆる法律を上回る権力を持っています2013年以降シュウ・白イ来李東ク・孫力軍などファールン軍を迫害した中共高官が相次ぎ失脚しています 中国共産党ウイルス、新型コロナウイルスは1年以上にわたって猛威を振るい、すでに370万人以上が死亡し、1億7300万人が感染しています。アメリカ科学アカデミー企業 PNAS によると、イスラエルのワイツマン科学研究所のロン・ミロ教授の新しい研究によると、 現在世界中で蔓延している中共ウイルスの粒子を全て集めた場合感染した1億7300万人のウイルスの総重量は約 1kg から 10kg となりりんごと幼い幼児の重さの中間に位置することが分かりましたミロ教授は例えば核爆弾は 100kg にもならないが1つの都市を破壊するには十分でありウイルスは質量こそ小さいが無視できないほどの破壊力を持っていると述べています 最近、中共ウイルスの起源、責任、賠償などに関する一連の新しいニュースが世間の注目となり、外部からは中共ウイルスが武漢ウイルス研究所から流出したのではないかとの大きな懸念が寄せられています。海外では世論が大きく変化し、中共ウイルスの実験室漏洩説を人々が受け入れ始めており、昨年行われた研究の結果がようやく発表されました。 6月8日オックスフォード大学動物学部の野生動物保護研究チームワイルド CRU による論文が雑誌「Nature」に掲載されました調査の結果少なくとも2017年5月以降武漢の市場でコウモリとセンザ山ンコウが販売されていないことが分かりましたワイルド CRU の責任者であるデビッド・マクドナルド教授によるとたまたま中共ウイルスの流行前に自身のチームと中国の同業者が共にコウモリ病を研究しており ちょうど武漢市内の海鮮市場のデータを収集していたためこれらの市場で野生動物販売に関する正確な状況を記録していたといいます2017年5月から2019年11月まで武漢市内の全海鮮市場を訪問しカワウソアナグマアライグマクジャクリスなど38種合計4万7381匹のペットや食用動物を記録しましたが 31の保護種であるコウモリや仙山虹はありませんでした中共ウイルスが発生して以来中共の専門家たちはこのウイルスは動物から人間への感染でありコウモリが起源で仙山虹が中間宿主である可能性を主張する論文を発表してきました今年3月 WHO が発表したウイルス起源に関する報告書でも実験室からの流出は可能性が非常に低いとし コウモリから中間宿主を経由して人に感染する可能性は最も高いとしていましたしかしオックスフォード大学の論文はこれらの推論を支持していないようですウォール・ストリート・ジャーナル紙によるとこの研究結果はネイチャーの姉妹誌「サイエンティフィック・レポーツ」にも掲載されました論文の著者は昨年初めに投稿を開始したもののずっと審査を通過しなかったそうです いくつかの学術雑誌はこの論文が手のかかる問題であることを示唆して掲載を拒否していました中国浙江省温州市において新たに中共ウイルスの感染者が報告されました温州市衛生委員会の6月10日の発表によると温州市瑞安市の女性が9日体に違和感を感じて瑞安市人民病院を訪れたところ PCR 検査で陽性反応が出ました 彼女は5月10日にイタリアから中国に戻り、入国後21日間北京で隔離され、この期間中複数の PCR 検査で陰性が示されていました。6月1日に隔離が終わった彼女は飛行機で温州のワ湾空港に到着し、自宅観察のために平洋圏の自宅に戻りました。中共当局によればこのケースは中国国外から輸入されたもので、6月1日から9日までの女性の行動は公表していません。 ウェイボーの検索ワード人気ランキングでは石膏疫病というフレーズがランクインしました石膏省の多くのネットユーザーは接触者があまりにも多く問題が大きいと懸念を示しています別のネットユーザーからはこれだけ長期間隔離しても陽性に変わらなかったのは検査の技術的な問題なのかそれともウイルス自体の潜伏メカニズムなのかという疑問の声も聞かれました またこの点を明確にしておかないと隔離期間の効果が大きく損なわれてしまうのでは当局はあまりにも簡単に言っているがコメントを見ないと本当に普通の海外輸入だと思ってしまう人々にも知る権利があると情報の透明性に欠ける当局を非難するコメントもありました併用圏万全賃では民衆が PCR 検査のために夜通し並び患者の自宅や診療所の付近が封鎖されていることが明らかになっており